どうもオリバーです。よろしくお願いします。拍手。ありがとうございます。今日も鳴りやまない、今日も鳴りやまない拍手。あ、鳴りやまないな、鳴りやまない拍手。ありがとうございますね。頑張っていきましょうね。うるせえな。うるせえな。え、コンビ組んで最初の一言目それで大丈夫？ちょっとやってみたいことがあるんだけどさ。めっちゃ無視してくんじゃん、めっちゃ無視してくんじゃん。どこ見てんの？誰か来てんの今日？全然こっち見ねえな。もういいわ。何やりたいの？だからフードデリバリーの配達をやってみたいんだよ。ああ、街中でよく見かけるね。なんなら僕も普段やってますからね。じゃあさ、ちょっと教えてもらっていい？全然いいけど、お店との受け渡しとか案外難しいからね。じゃあまず専用のアプリ立ち上げる。こうやってアプリを起動するとスマホにお客さんから注文が届くんですよ。ああ、これなかなか注文が来ない成り待ちの状態ですね。このピカチュウしぶといな。ポケモンもやってんな。めっちゃぐるぐる回して駅前にいるわお前みたいなサラリーマン。違う、あの配達アプリを起動して、ティローンティローン、注文来たね。そしたらいよいよ配達スタートです。拒否拒否すんな。お前さんがやりたいって言ったんだぜ。なあ、黙って書いてあるお店行けばいいんだから。ワークマン。ワークマンはフードデリバリーの対応店ではないな。なぜならフードを取り扱っていないからだ。麺屋早坂から。そうそう、そしたらピックアップ先の麺屋早坂に向かうんですよ。移動は自転車？バイク？馬。馬。躍動感がすごいね。完全に競走馬だしね。ムチ入れちゃってるし。ただあの配達員馬で移動はちょっと悪目立ちがすぎるな。いえ、白馬だ。色は何だっていいんだ。お客さんのスマホに前坂さんが馬で移動していますって出る。で、馬のイラストがさ、街中駆け抜けだからどん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 自分の家近づいてきたのさ、お客さん怖いでしょうよ。そのイラストは白馬。色は何だっていいんだよ。早く早く俺んとこに来い。馬から降りろ。こんにちは、ウーバーイーツです。ウーバーイーツなんだ。ウーバーイーツって何？すっげー気になる。ウーバーイーツ。まあいいや。じゃあの注文番号と商品名お願いします。A-1234 でマックシェイク2つです。メイアヤサがつったろうな。話聞いてんのか。あとスマイル。スマイルもマックシェイクもないの。なぜならうちはラーメン屋だから。ラーメンを頼んでくれ。味噌ラーメン2つです。味噌2つね。あー、麺上がるまで5分ぐらいかかるからちょっと待ってて。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、麺上がります。はいよ、移動してくんな。なんで最後お前が麺上がります、原曲言ったの？それ俺のセリフだから。はい、休憩入ります。勝手に入んな。うちの休憩室に勝手に入るな。雇ってないんだお前のことは。はい、じゃあ味噌2つお待ち。袋も2つになります。はい、1つ目。はい、じゃあもう1つ気をつけて。はい、てかさ、さっきからずーっと気になってたんだけど、君その左手何持ってんの？棒。棒？だ、この棒の先端に袋を結んでこうやってこう。飛脚か。いつの時代のデリバリーやろうとしてんだ。江戸時代か。おう、ゲンさん、今日もちょんまげ決まってるね。江戸の街並み再現しなくていいんだよ、ここで。江戸っ子でいいじゃないんだよ。2回の出身だったな。楽しくなって変なの入れんな。ちょっと棒 OK、 棒 OK、 ストップ。あのさ、フードデリバリーやりたいって言ったのに全然できてない。ちょっと配達は難しいからさ、うん、今度注文のやり方教えて。ただの客じゃないか、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。